名残行き記念碑名残行きは伊勢正造が作詞、作曲したかぐや姫の楽曲、イルカによるカバーバージョンが大ヒットを記録し、世代を超えて歌い継がれている。1974年3月12日、かぐや姫のアルバム、3階建ての歌の収録曲として発表された。オリコンアルバムチャート1位、年間5位。歌詞には東京の文言が出てくるが、 伊勢本人は出身地である大分県津久美市の津久美駅をモチーフにしたと語っている。翌1975年8月の吉田拓郎、かぐや姫コンサート院妻恋でも歌唱され、同 DVD にて視聴することができる。同年11月にシングル発売されたイルカによるカバーバージョンがヒットを収め、以降、日本の総春を代表する、 歌の一つとして歌い継がれ、様々なアーティストによってカバーされている。1976年に、清水幸子が日本テレビ系列、スター誕生の第16回決戦大会で名残ゆきを歌って合格。翌1977年に清水はアイドル歌手として芸能界デビューを果たした。2002年にはこの歌の世界観に対する独自の解釈に基づき、 大林信彦監督が大分県臼杵市でロケを行い、名残行きとして映画化した。2005年第56回 NHK 紅白歌合戦の月歌アンケートで白組18位にランクインされた。2009年10月24日から JR 九州の津久美駅で名残行きのメロディが放送されている。当初は特急発着時に流されていたが、2020年11月現在では、 特急、日輪等の列車の入線前に流されている。また、2010年3月には同駅に、菓子の一部と伊勢が、つくみ駅に寄せた文章を刻んだ2枚の石板が並んだ、記念碑が設置されている。2013年に、日本気象協会が選定した、季節の言葉36選で、3月の言葉の一つに、名残雪が選ばれた。これを知った伊勢は、ものすごく嬉しかった。 実はこの曲を発表した当時、名残雪という言葉は存在しなかった。勝手にこんな言葉を作られては日本語の乱れを助長する。名残の雪に変えたらどうだとまで言われた。作り手としてはのはどうしても入れたくなかった。曲は火としたが、もやもやは残った。あれから40年近く経って、気象協会の季節の言葉に選ばれたと聞き、胸の使いが降りた気分と語っている。 1975年11月、イルカの歌によるカバーバージョンがシングルとして発売。翌1976年にかけて、オリコンの集計で55万枚近いセールスを記録した。累計売り上げは80万枚。自身のシングルとしては最大の売り上げを記録した。このシングル版は、編曲が松藤山沙鷹、アコースティックギターは、吉川忠秀、エレキギターは、 鈴木茂る、ベースは宮下恵美穂、ドラムは村上周一の演奏によってレコーディングされた。オリジナルとは一部のメロディが異なる。イルカバージョンは最後の、綺麗にから、なったまでを貯める。収録曲、編集名残ゆき作詞、作曲、伊勢昭蔵、編曲、松東山正隆ラバーボール作詞、作曲、イルカ、編曲、石川隆彦2002年、常実の映画、 名残行きのサウンドトラックのために伊勢正造が再録音、シングルとして発売された。またナゴミーズによるユニットでは、コンサートでたびたび、伊勢のギター伴奏で、大田が歌っている、収録曲、編集名残行き、オープニングバージョン名残行き、エンディングバージョン、その他、ありがとうございます。